Tango Line is a vital line of defense for the Erujian forces on the eastern mainland. Istis Fortress is a strategic foothold on that line. It utilizes unique terrain features that make it virtually impregnable. Support our troops by attacking and neutralizing the combat power of Istis Fortress. Be forewarned, this will put you within range of Stonehenge. However, your skills should prove to be more than a match for it.はい、こんにちは、こんばんは、エデマス R です。Sコンバート4ですね、やっていきましょう。無線がね、もう早速物はいいようでね、都合のいいことばっかり言ってますけど、やってやりましょうか。要塞をとにかく破壊しろっていうことなので、ん、あー、ごめん、まあやっていきましょうか。飛行機は買えるかな。お金、あー、多分足りねえな、これ。あ、足りる、あ、買える、買えますか。何買おうかな、何買おうかなって、別に買えばいいってもんじゃねえだろって話だけど、これさ、本当に見づらいんだよね、ステータスがさ。これ何を考えてこういう風にしたんですかね。何しようかな。ああ、これこのゲームやってみて、何が一番いいかっていうのが、なんだろう、多分これバランス重視の方がいいんだよね。どれがいいんだろう。高ければいいのかな。いや、安かろう悪かろうの理論だけど。あ、でかい。ああ、やっぱ大は小を兼ねるだよね。なんか小回り聞いてもいいんだけど、暗黒だって。ちょっとでかすぎない？ちょっとやりすぎじゃないですか？これにしよう。バカだな、このパイロットもバカだし、これ作ったやつもアホ臭くねえか、でかすぎねえか。だってあ、そんなに変わらねえしな、ステータス。複数目標を同時にやれる、うん、これは全てにおいて戦闘機として要求される、申し分ない、ものは言いようだな。で、あ、なるほど、スプレッドタイプのやつですね。弾持ちは何発だこれ、12発か。まあ、まあそんなもんでしょ。3000ポイントとストーンヘイジからの砲撃。普通に当たるじゃねえか、かすらないって言ってんだ、そういうことか。スカイアイ here. We're inside Stonehenge's engagement zone. Be careful, they may shoot. はいはいはい、もうすでにあれだね、この辺になってくると、このバグ撃機がなんかちょっと基地の外っぽくなってくるよね。化け物じみできてる格好が、もう本当に破壊目的のための、うん、あ、でもこれ黒くない、あ、ちょっと失敗したな。あのさ、ドッグだとわからないんだよね。あ、ごめん、これ見づらい。どこ、谷の中に、う、なんだ、谷の中にあんのか。危ないか、あ、ミスった、もったいない。弾幕薄いと何やってんだ、あれ、このゲームバンナム、あ、なるほど。あ、で、あ、察しだな。で、ブレーキをかけながら、ほら大丈夫か、全てにおいていい戦闘な性能なんだろう。この辺かな、これでね、このゲーム、ああ、やったか、何点、お、あ、やべ、あまりぼーっと見てらんないな。何のワーニング、これさ、ストーンヘイジのワーニングなのか、普通にミサイル撃たれたワーニングなのか分かんないのが怖いよね。あれは嫌だ、こっち向いてるから嫌だ。あの子にしよう、さようなら。うん、で、やっぱ難易度とかね、いくつかあったんだけど、やっぱベリーイージーとかイージーだと、まあ安定して破壊できるんですよね、一発で。
なんだ俺ら今何を狙ったんだ。デストロイ、なんだかよくわかんないけどデストロイ。ほれ一発でねデストロイできるんだったらそれに越したことはないんだよね。なんだここは、俺は何を狙ってるんだ。血のりは向こうにある。うん、血のりはいらないな。どこだあれか。お、狙わない。お、この戦闘機狙わない。あ、結構狭いですねここ。これ難しいな。じゃあちょっとポピーってやって、よいしょ、ロックオンしたままでこう向いて、あれどこだ、どれだ、 あれか。あ、これもったいないかな。こっちの方がいいかな。ブレーキかけて、はい、あんまダラダラやってらんないぜ。もっと早く、早いとこ本命を叩き込みたいんだよ俺は。赤いところ、そうだね、あの辺がな、あの辺がいいな。じゃあポピーってやって、あの、食いつかれてる。うん、まあいい、大丈夫大丈夫。どこだ、どこがいい。あ、この辺か。はい、じゃあさようならだ。どうした、デストロイしたかな。あんまりだな。ヒットアンダーウェイだ。時間は、あ、15分あるから結構余裕持って爆撃はできるか。でもね、余裕持ってやってるとね、動画時間がねなくなるんですよ。ほら、ポーピー、ほーれー、大丈夫大丈夫。こうやってね、じゃあちょっとカッコつけて旋回しときゃ大丈夫だから。うん、はい、どうすればいい。ほい、2000フィートまで下げろ。下げられるのか俺。あ、なんとかなった。 OKOKOK、 これでいいや。で、うん、大丈夫大丈夫。ちょっと早くやってくれませんかね。 OK。あ、かっこいいね。ちょっとかっこいい。大丈夫大丈夫。2000フィート以下だから。これすごいよね。そのもともと隕石を破壊するために作られたっていう設定もね面白いし、これ 一発でやれるか。あ、一発でやれますね。よし、デストロイ。じゃあまた上から接近しまして、あ、またロックオンしてきた。生意気にも。どっからだ、どっからか分かんないけど、ほーれ、ほーらよっと。よし、デストロイ。一応ね、まあ練習動画映えをよくしようと思ってね、こう、まあ、ロックしながらやろうとは思うんだけど、なかなかやっぱね慣れないとロックしっぱなしっていうのはねできないんだよね、うまく。ほいね、こんな感じでさ、俺の指さそんなに多くないから、なんかもっと上手な写し方とかがあればいいんだけどね。なかなかそうも言ってられずに。狙える？あ、ダメだった。そうか、ここ川か。ちなみにさっきあった世界地図は、もうあれ全世界地図なんですかね。それともそのこの地区だけの地図なのかな。狙える？一発でいける？大丈夫か？あまり構っはない方がいいか。速度はまだいけるけど、向こうの方がいいな。
あ、遅い。お、距離が縮まらない。相手の速度が速いんだ。ほれ、逃げ切れるか。逃げ切れる、優秀だね。あー自分でねやっといてなんだけど、もっと上手に、そう、ロックオンするとね近くまで行くんですよね、カメラが、カメラ自体がね。行かないな。はい、失礼しました。こうすれば、こう行くか、行くか。あ、行かないか、やめよう、遊んでる場合じゃない。狙いは悪くないと思うんだけど、深追いはするな。うん、ありがとう。そう、あれ小型戦闘機なのかな、すごい小回りが効いて速かったね、強かった。落ちるやつから落としていく。あ、一発じゃダメだ。そうか、強いね。おー、これ山間部が怖えな、ちょっと。そう、こんな感じでねやるとちょっとかっこよく見えるけど俺が怖いんだよね。落ちる気がする。おっぴっ、あんまりスプレッドしねえな、思った以上に。ん、大丈夫、まだストーンヘイジの攻撃は来ないか。アタックアタック、まだ大丈夫そうですね。じゃああれを爆撃しましょう。ミサイルはあと4発か、違うな、5発残ってる。おーれー、適当にばらまく感じでね。あー、そんな感じか。まずいか、引き離せない。スピードが今上がってなかったな、思った以上に。それはまた由々しき問題じゃないか。で、ミサイルがあと1発か。おい、しまった。あー、これダメだ、これいかんわ。なるほどね、今って聞こえたのはあれインパクトって言ってたんですね。さて、ようやく2000点手に入れたけど、おおおお、危ない。あと残りが7分でしょ、結構またきついんじゃないの。こういう見方もできるか、上に飛んでれば、まあ、こうやって参照できるかもしれないな。ロックしてほしいところにね行かないんだよね。あとはもう目視でやっぱり行くしかないか。まっすぐ飛ぶなの。これ危ねえよな。あ、危ねえよなって言いながら全然構わず旋回するけど、だからこうしてこうすると、まあ、戻っていくよね。まあ、無理して突っ込むなという、ね、言ってくれるけど、あれだね、オペレーターの人は優しいんだね、やっぱり。まあ、無理してね、行かれて死なれても困るだろうからね。で、なるべく、よいしょ。よし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 、いい感じじゃないですか。あと500点。時間は、悪くないかな。ほら。ダメか。じゃあ次だ、諦めずに。あと16発。あー、これダメだ、向き的に合わない。次の、あー、的行きたい的に行かないんだよね、当てたいところに。おい、
次は、ほーら、危ない、死ぬところだった。当たる方向から攻めてた。本当だよな。点数が2600点、時間が5分、まだなんとかなんとかなりそうかな。あの目の前のやつを落とそう。あとはストーンヘイジからの声が来なければ。どうだ、よし、かなり真正面ならこっち向いてても大丈夫だな。いいんじゃないか。よし、避けきれない。周りからのミサイルだったらいいですね。あと200点、あと 2,3 機落とせばいい感じかな。その前に、なんだ、対空砲火か。目についたものから落としていくのはやっぱ正しいようだな。ほい、もう一個あったでしょ。あれじゃないかもしれないけど、点数が、配点がすごい低い。20点ぐらいしかない今。わあ、配点が低い。こんなもの落としてらんねえな。やっぱ狙いはあの中央一番谷の間にある、やっぱあの謎の施設ですかね。あの辺にあるような。赤いのはなんだ、どれだ、どれだかわからないので、全部破壊だ。ほい、これでいいかな。ミスった。これ本当にミサイルが飛んできてんのかな。後ろ見てもね、ミサイルらしきものが俺に飛んでこないんだよね。で、まあ、なんだかんだであと50点、まあ、この場で決めてしまえばいいかな。ビービー鳴ってるんだけどね、一切ミサイルらしきものが飛んでこないんだよね俺に。はい、これで OK。 あれ、あ、まだか。あと一つ、あと一つ施設、ストーンヘイジからも、あ、あれでいいや、攻撃が来ないと。あれさ、隕石落としたらさ、もう硬しちゃえばよかったのにね。解体しちゃえばよかったんじゃないのかね。そうはいかなかったのかね。平和利用だけじゃもったいなかろうっていう、やっぱ悪の組織がいたんですかね。なんか好戦的なさ、国からの攻撃が一番有効的だったら良くないよね。その隕石を、あら、ミサイルが切れた。帰ろう、お家へ帰ろう。ミサイルがなければ俺は戦えない。こんな機銃じゃな。これ撃ってるけどさ、弾一発でどれだけの、あれ、これ右からしか撃たないんだ。どっから撃ってんのこれ。これ改造できないのかな。できれば改造もしたいよね。この機体さ、なんか加速が悪い気がするんだけど、それ気のせいかな。あ、そんな悪くないか、どんどん上がってるか。俺のアクセルの入れ方が悪いのか。もう今さら間に合わないかもしれないけど、なるべく貢献はしておこう。これさ、こんな自然の中にさ基地作って俺たち爆撃してるわけだけど、こんなことして環境破壊にはならないんですかね。山火事とかさ起きて自然を破壊してしまうんじゃないかと若干心配になるんだけど。なんだって、迂回旋回して巻くか。何狙ってんの。ここはもう危なげなく、あー危ないな。ダメだな、やっぱ、あ、降りなきゃ。間に合わないか、危ないか。4、3、2、1、0、よし、ここなら大丈夫でしょう。インパクト、
音がすごいね。よし、これさ、やっぱりあのハードで一応やってるんだけど、クリアするとベリーハードとかエクストリームみたいな出てくるんですかね。少なからず今のところそんなにね、まあ、初見殺しというか地形的に初見殺しが多いだけで、そこまで本格的にさ敵の戦闘機とか、ね、施設に落とされるってことはないんだけど、ハードも大した難易度じゃないですかね。お、当たったか。ねえ、コメントも全然いただく前にやっちゃってるんで、なんともはやなんですが、あ、やっぱりあの施設から撃ってるんだろうな。全然当たらないんだけどね。お、ミッションコンプリートかな。よし、アップデートはされない。本当かね。それならいいんですけどね。Istus Fortress was destroyed. The troops broke through the Tango line and are now in control of Los Canas. A new field HQ was established in order to spearhead a deeper invasion into the mainland, as well as to attack Stonehenge. Stonehenge っていうのはそのやっぱ空対空なんですかね。空対地に向かって破壊とか砲撃はできないのかな。そこまで正確な、あ、セーブするの忘れてた。